レフケ地区、またはレフカは事実上独立している北、キプロストルコ共和国の地区の一つ。中心都市はレフケ。人口は1091人。キプロスの行政区画ではニコシア地区北部にあたる。エレンコイがキプロスに囲まれた飛び地となっている。キプロスと北キプロスの国境には国際連合が設定したグリーンラインがあるため、 両者は隔離されている。前身はレフケ淳地区であり、かつてはギュゼルユルト地区に属していた。2016年12月27日、ギュゼルユルト地区からの分離が北キプロス共和国議会にて全会一致で可決された。レフケ地区に属する自治体は以下の通り、ギリシャ語、トルコ語名と併記している。シティポピュレーションでノーザンキプロス、 ミューニシパリティーズ。2017年10月28日閲覧。レフック六イル・サウルドゥー。KBRS ・ポスタス。2017年10月28日閲覧。ありがとうございます。